豊かな自然、楽しい体験、美味しいグルメと週末に家族でのお出かけにぴったりなプランをリポーターの夏井美久さんがお届けします。週末お出かけここへで神戸ポートアイランドにやってきました、うん、今回紹介するのはあちら、神戸動物王国です。神戸動物王国は花と動物と人との触れ合い共生がテーマ。およそ150種の動物の生き生きした姿を見ることができます。とにかく動物との距離が近いんです。おいいね、かわいい、レッサーパンダがたくさんいます。あら、かわいい、愛くるしい姿が人気のレッサーパンダ。こちらでは柵やアクリル板などはなく、動き回る様子をすぐ近くで見ることができます。すごいすごい、めっちゃかわいい。本当にジャングルに迷い込んでしまったかのような気持ちです。あら、サルちゃん、体長30センチほどのコモンマーモセット、手が届きそうな距離までやってきます。あ、上手。あ、ナイスキャッチ。あら、こんにちは。上手、かわいい、すごい。1日2回行われる人気アトラクションがこのペリカンフライト。桃色ペリカンが次々と着水。迫力のシーンに夏井さんもこの表情です。またいろんな動物に餌やりができるのも楽しみの一つです。これ大会休みっていうのかわいい。わ、すごい、めっちゃいい。思った以上に勢いがありました。どうぞ。近い近い、お口をむしゃむしゃしてるのがとってもかわいい。あ、こちらのカメさんにも。どうですか、どうやって食べるの。こちらのエリアはですね、動物たちが野生に近い環境で暮らしていけるエリアとなっています。さあ、どんな動物がいるんでしょうか。東南アジアの湿地を再現したオッターサンクチャリではコツメカワウソが暮らしています。泳ぎながら食事をする姿が可愛いですね。こちらの湿地にはこの園で一番の人気者が隠れています。いました。かっこいい姿で立っています。動かない鳥として人気のハシビロコウ。確かに微動だにしない姿をよく見るのですが、動き出しました。ハシビロコウは動かないって聞いてたんですけど、まさか動いてるところが見られるなんて、かっこいい。忍び足やな。今度は羽ばたくシーンも見てみたいですね。この辺でちょっとランチタイム、園内にあるレストランで食事ができます。おしゃれ。おすすめはとんちゃん丼。長崎県対馬地方の郷土料理を丼にしたもので、味噌で味付けした豚肉がたっぷり乗っています。とっても大きいお肉が入っています。濃厚な味噌だれとジューシーなお肉、とっても相性がいいです。これはたくさん食べ進めちゃいます。とっても美味しいです。お子様に人気なのはキッズカレープレート。甘口のカレーライスにウインナー、唐揚げ、ハンバーグが入った欲張りなメニューです。ハシビロコウをモチーフにしたこんな中華まんも、かわいい。中身はぎっしりお肉が詰まっています。またハシビロコウの飾りがついたコーヒーも人気で、ハシビロマンと合わせて注文する人も多いそうです。
睨まれながら飲まなあかんな、これ。いいな。ここからはですね、モモンガの夜というゾーンに入っていくわけなんですけども、ここは飼育員の田中さんに解説をしていただきながら見ていきたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。モモンガの夜は去年4月に新設されたエリア。夜行性の動物が活動しているところを観察することができます。なぜこのように赤い光をしているのかというと、夜行性の動物にとってこういった赤い光っていうのは非常に見えにくい色なんですよ。なるほど。ですので私たちはこうやって見ることはできるんですが、動物からするとここはすんごく薄暗い場所になってるんですよ。一番最初にお出迎えしてくれているのがこちらオオフクロウという種類なんです。フクロウたちは夜の森の中でこのように木に止まって獲物を待ちます。動く獲物を見つけると木から降り立って音もなく近づいて獲物を捕まえちゃうんですよね。こちらにいるのはフクロシマリスという種類なんですが、シマリスと聞くとリスの仲間なのかなって思いがちなんですが、はい、お腹にフクロウがある有袋類という、はい、カンガルーの仲間なんです。シマ模様がすごく可愛らしい。このほかお面をつけたような顔のメンフクロウなど、昼間は見られない姿をじっくり見られますよ。園内で行われるアトラクションも注目です。バードパフォーマンスウィングスではタカやワシ、インコなどが空を舞い躍動する姿を見せてくれます。すごい綺麗。ちょっと薄ピンクの色をした鳥さんです。最後はこんなカラフルなインコが大空を元気に舞いました。アトラクションが終わったら、なんとインコを連れて挨拶に来てくれました。あ、かわいい、綺麗、すごい綺麗。もう一つの人気アトラクションがラクダライド。双子ブラクダに乗れるんです。はい、すみません、ありがとうございます。双子の間に乗るんだ。はい、では行ってらっしゃい。はい、行ってきます。行ってきます。すごく目線が高いです。ヒット感良さそう。コブとコブの間だからだいぶ安定感ありますね。あ、そっか。目の前にコブのモフモフがあるのが新鮮です。かわいい。あったかい、ありがとう。最後にご褒美のおやつ。あー、すごーい、大きなお口だね。お花見。今お写真タイム。あ、なるほど。すごい。ルーティーンになってるんかな。餌あげて。してくれました。はい、どうぞ。すぐ近くで観察したり触れ合ったりすることで動物たちの日常を知ることができる神戸動物王国。この週末出かけてみてはいかがですか。いいねー。